セルジオレオーネ、セルジオレオーネ、セルジオレオーネ、1929年1月3日から1989年4月30日は、イタリアの映画監督、ローマ出身。1960年代に、荒野の用人棒をはじめとする、イタリア製西部劇をヒットさせ、世界中で、マカロニウェスタンブームを巻き起こした。 セルジオ・レオーネは1929年1月3日にローマに生まれた。父親は、黎明期のイタリア映画界で活躍した映画監督のヴィンチェンツォ。別名、ロベルト・ロベルティ。母親は、元女優のエド・オイジェである。両親ともに映画関係者だったレオーネは、幼い頃から映画を身近なものとして慣れ親しんだという。1946年に、 当時17歳のレオーネは父親の反対を押し切って映画界入り、イタリア国内でイタリア人監督と映画を撮影中のアメリカ人監督のもとで助手として働き出す。レオーネが映画制作に携わることには反対したものの父親の映画監督としての人脈は若いレオーネにとって大きな助けとなった。父親の友人であった。 映画監督のマリオ・ボンナルドには特に目をかけられ、レオーネは多くのボンナルド監督作品で助監督を担当することになる。また、19歳の時に初めて映画の脚本を執筆する。1950年代後半のイタリアは続に、ソードサンダルと呼ばれる空前の歴史劇ブームを迎えており、このブームに乗ろうとして、数多くの歴史劇映画がイタリアで撮影された。 レオーネもイタリア資本、アメリカ資本を問わず多くの歴史劇映画制作に参加することになる。1959年に、レオーネは、ハリウッド超大作、ベンハーの第二版監督を担当する。後年レオーネは、ベンハーの有名な戦車競争のシーンを監督したのは、自分だと主張していたが、これはやや誇張が入っており、実際は、 戦車競争のシーンの撮影に協力したイタリア人スタッフ一員に過ぎなかったとされる。レオーネは歴史劇以外にも様々な作品の制作に携わり、映画制作のノウハウを身につけていった。監督のマリオ・ボンナルドが病気のため降板したポンペイ最後の日、1959年をレオーネが引き継いだこともあったが、レオーネの名前が実際にクレジットされた。 監督デビュー作は1961年公開されたロード島の要塞である。ポンペイ最後の日もロード島の要塞も工業的には成功を収めたものの、レオーネ本人が後年これらの作品に全く教習を感じないと十回しているように、この頃に監督した歴史劇映画はあくまで職業監督としての仕事に過ぎないものだった。レオーネ研究家たちも、 この時期の作品にはレオーネらしさが見られず、また映画の出自体も同時期に制作されたハリウッド製の歴史劇に劣るとして低い評価をつけている。1960年代に入り、ソドムとゴモラ1962年、ヤマネコ1963年、クレオパトラ1963年といった歴史劇大作が次々と工業的に失敗。 イタリアの歴史劇バブルは急速に終焉し、同時にイタリアの映画産業自体も大打撃を受ける。この頃、レオーネはイタリアで公開された黒沢明の洋人坊1961年に深い感銘を受け、1964年に用人坊を西部劇風に本案した荒野用人坊を監督する。 荒野の用人棒は低予算での制作ながら、本国、イタリアのみならず、世界的に大ヒットし、1960年代後半のマカロニウェスタンブームの火付け役となった。しかし、制作にあたり正式な許可を得ていなかったため、公開後盗作問題が浮上、黒沢側に著作権侵害だとして訴えられることになる。裁判の結果を受けて、レオーネたちは黒沢プロに、 アジアでの配給権と全世界における工業収入の15%を支払うことになった。荒野の用心棒の成功を見た不況のイタリア映画界はその後ヨーロッパ全土でマカロニウェスタンを量産、またレオーネ自身もすぐに新作に取り掛かることになる。レオーネが荒野の用心棒の次に放った作品が1965年制作の夕日のワンマンである。 夕日のガンマンは、前作同様大ヒットを記録。この映画でレオーネは独自の演出スタイルを確立し、名実ともにマカロニウエスタンの巨匠と目されるようになる。これら2作品の工業的成功で実力を認められたレオーネは、1966年に20万ドルの予算を費やして、大作、俗、夕日のガンマンを監督する。 南北戦争の動乱を舞台に三人のガンマンが隠された金貨をめぐって争う。この作品は従来のマカロニウエスタンの枠組みを超えたスペクタクル巨編として完成する。クエンティン・タランティーノは本作をベスト1に押す。荒野の用人号から俗、夕日のガンマンまでのクリント・イーストウッド主演の三作品はドルバコ三部作と呼ばれる。この頃からレオーネは ハリウッド大作主義を意識した作品を手掛けるようになる。ハリウッド製西部劇を模倣したマカロニウエスタンで名声を得たレオーネであったが、ドルバコ三部作を完成させた後にアメリカに招待され、そこで西部劇を制作することになる。ユナイテッドアーティストから持ちかけられたグレゴリー・ペックやカーク・ダグラスたちが出演する大作西部劇制作の企画を断り、 レオーネは1968年にパラマウントでウエスタンをトップ。この作品は自身の愛する西部劇に対する万華であり、これまでもオファーを迫ったことのあるチャールズ・ブロンソンやヘンリー・フォンダをはじめ多数のハリウッドスターを出演させた野心作である。ウエスタンはレオーネらしいドラマ性、叙情性,性が遺憾なく発揮され、フランスや日本では成功を収めた。 アメリカでは公開当時こそヒットしなかったものの、1970年代に入って批評家や映画監督たちに再評価された。現在では IMDb のランキングで上位に入る人気作品になっている。1971年にはロッド・スタイマー、ジェームズ・コバーン主演の大作映画、夕日のギャングたちを制作する。当初レオーネは監督をピーター・ボグダノビッチか長年。 レオーネ映画で助監督を見てきたジャンカル・ロサンティに任せ、映画のプロデュースのみを担当するはずだった。しかし、出演俳優たちが、レオーネ監督でなければ降板すると言い張ったため、やむを得ず監督を引き受けたという、革命劇の中に、西部劇の要素も含め、時代の流れに翻弄されながら、お互いの友情を育んでいく二人の男の出会いと、別れが描かれた本作は、 豪快な見せ場と人間ドラマを葛者した作品に仕上がった。その後、レオーネは、トニーのバレリが監督した、マカロニウエスタンのパロディ映が、ミスター・ノーボディ、1973年のプロデュースや、イタリア社の CM などを監督するが、本格的な監督業からは、しばらく遠ざかっていた。一説には、ミスター・ノーボディのアクションパートはレオーネが監督したとも言われる。 1984年20年以上の沈黙を破ってロバート・デ・ニーロ、ジェームズ・ウッズ主演のギャング映画、ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカを公開する。この映画はレオーネが長らく憧れていたアメリカに対するオマージュであり、ウエスタンから始まるワンス・アポン・ア・タイム三部作の長尾を飾る作品である。実際、制作開始当初は主演にヘンリー・ホンダが予定されていたが、 亡くなったため実現しなかった。公開当初はあまりの長大さに映画会社が公開に難色を示し、オリジナル版は205分、アメリカをはじめ多くの国では再編集短縮版139分が公開されたため、国評された。しかし、日本やヨーロッパの一部の国ではオリジナル版がそのまま公開され高い評価を得る。その後、レオーネ自身による 再編集完全版229分が公開され、ギャング映画の古典としての評価を確立する。Once Upon a Time in America の完成後、レオーネは次回作として、レニングラード包囲戦を描いた戦争映画の制作を開始する。主演には前作と同様、ロバート・デ・ニーロの起用を考えていたという。しかし、映画の脚本を執筆中に過労による、 心臓発作で1989年4月30日に60歳で成去した。これ以前からレオーネは肥満による健康問題に悩まされており、そのことも発作の原因となったと考えられている。1992年に公開されたクリント・イーストウッド監督の西部劇、許されざる者ではドン・シーゲルと共にレオーネに対する拳事が捧げられた。 遠近の使い分け、つまり役者の顔面のクローズアップの多様と、そこに円形を巧みに織り込んだ緻密な画面構成に特徴がある。クライマックスに至るまでのゆったりとした長回し、ダイナミックに演出されたアクションシーンがその後に続くといった特徴もある。レオーネが影響を受けた先行する映画監督としては、ジョン・フォードや黒沢明などが挙げられる。また、下積み時代に、 自転車、泥棒、1948年といったネオレアリズムの名作の制作に携わったことも貴重な経験になったと、後年レオーネは述べている。様式化された西部劇の世界にネオレアリズムの流れを組む、植物的な暴力描写や派手なガンファイトを持ち込んだマカロニウエスタンをレオーネは制作した。それらは当初アメリカでは別視されたが、 後に逆に影響を与えることになる。レオーネ作品に特有の生々しい暴力描写や乾いた作風、男同士の友情と裏切りといったモチーフは、西部劇のみならず後世のアクション映画の監督たちにも刺激を与えた。クエンティン・タランティーノ、ジョン・ウー、ロバート・ロドリゲス、アレックス・コックスといった早々たる顔ぶれが、オーネに対するリスペクトを表明している。日本では、 東映のヤクザ映画や時代劇、アニメに影響を与えた。映画中ではしばしば登場人物のフラッシュバックが効果的に用いられる。特に印象深いのが、夕日のガンマンにおけるエルインディオの悪夢、ウエスタンにおけるハーモニカの回想、夕日のギャングたちにおけるジョン・マロリーのアイルランド時代の思い出などである。Once Upon a Time in America では、 ヌードルスの1920年代と1930年代の記憶が現代のシーンと交錯するという手法が取られた。また、イタリア出身であるだけにオペラの影響があるとされる。レオーネは自身の監督作品の音楽担当に作曲家のエンリオ・モリコーネを数多く起用した。映画監督レオーネと作曲家モリコーネのコラボレーションは 監督第二作目の荒野の用心号から、レオーネの遺作、ワンスアポ p アタイムイン、アメリカまで続いた。レオーネとモリコーネは小学校の同級生であり、仕事のみならず、プライベートでも親密な交際を続けていた。撮影を終えてから場面ごとに楽曲を追加するという、通常の映画撮影の手法と異なり、撮影前に演技をモリコーネが作曲した楽曲でイメージを、 膨らませたレオーネが、そのイメージの通りに映画を撮影するという、制作方法を取ったこともあった。俗、夕日の我慢のクライマックスシーンやウエスタンなどがそうである。ワンス・アポン o タイム・イン・アメリカでは撮影現場に、モリコーネの楽曲を流すことによって、役者に音楽に合わせた演技をさせた。レオーネの映像とモリコーネの音楽は、映画中で高い神話性を醸し出し、 物語をよりドラマチックに演出している。ジョージ・ルーカスも、スター・ウォーズ・エピソード後、帝国の逆襲制作の際に、ウエスタンの音楽の使い方を参考にしたと言われている。荒野の用人棒に出演し世界的に知名度を上げたクリント・イーストウッドは、もともと、ローハイドなどの TV シリーズでは人気を収めていたが、映画俳優としての評価は、今一つだった。 そんな不遇なイーストウッドをレオーネは見出し、世界的な大スターに押し上げた。イーストウッドの演じる、ナナシは、それまでの西部劇の英雄とは異なり、自らに課した掟き手の遵守のみに忠実で目的の実現のためには手段を選ばないという人格を持っていた。レオーネとイーストウッドが二人で作り上げた、ナナシは、衝撃を持って受け入れられ、その後の創作物における、 アンチヒーローの造形に大きな影響を与えた。夕日のガンマンの共演者は当初リー・マービンが予定されていた。しかしマービンがキャットバルーに出演するため契約を断念。そこでレオーネは代役として主にハリウッド星に刺激などで悪役を演じていたリー・バンクリーフを抜擢した。バンクリーフもイーストウッドと同じく映画界から干されていた身でオファーが出された当時画家として ここをしのいでいた。夕日の弾丸ンンで、レオーネの期待に応える演技を見せたバンクリーフは、一躍スターダムにのし上がった。これ以降バンクリーフの出演作品は増え、マカロニウエスタンを代表する俳優へと出世した。レオーネ自身は英語をほとんど話せなかったものの、ハリウッド出身の映画俳優たちと、積極的に意思疎通を図っていた。撮影中、レオーネが身振り手振りで、 演技指導することもしばしばで、中でも、Once Upon a Time in America 撮影時には、作中の様々な役柄をレオーネが実際に演じ分け、俳優たちを驚嘆させた。このようにレオーネには、俳優の個性を見出し、それを十分に活かす才能があった。レオーネ作品には、新しい人間の登場により消えてゆく古い、人間たちを扱ったものが多い。また、 男同士の友情や裏切りというのも重要なモチーフである。幼い頃に母親に甘やかされて育ったレオーネは少年時代に同年代の友人が少なく、それゆえ男同士の信頼関係というものに強い憧れを抱いていたと言われる。夕日のガンマンにおけるモンコとダグラス・モーティマー、族、夕日のガンマンにおけるブロンディとト,トゥーコ、夕日のギャングたちにおけるジョン・マロリーとフアン・ミランあるいは、 ジョンの旧友、ショーン、ワンスアポンアタイムインアメリカにおけるヌードルスとマックスなど男たちの関係はしばしばレオーネ作品の軸となり物語と密接な関わりを持っている。ウエスタンからワンスアポンアタイムインアメリカまではそれまでのドルバコ三部作とは異なるアメリカの歴史物語であるとレオーネ本人は語っている。これら後期の作品群は前期の ドルバコ三部作に対して、ワンスアポンアタイム三部作と呼ばれることもある。これは幼い頃から憧れていた、西部海拓史から近代社会までのアメリカの姿レオーネなりに解釈した作品群という見方である。1910年代からイタリアで西部劇は作られていたが、どれもハリウッド製西部劇を真似た2番戦時の BQA がばかりだった。 最終的にマカロニウェイスタンやスパゲッティウェイスタンと呼ばれるタリア製西部劇を世界的に広めたのはレオーネである。だが当初は資金難だったためドイツやスペインから資金を調達していたという。そのためよく金銭問題で喧嘩になったという逸話がある。荒野の用心棒で顕著であるが低予算のため知名度のある俳優が起用できずドイツやスペインなど ヨーロッパ諸国から俳優を呼んで映画を撮影することもあった。そのため、撮影現場で各国の俳優がそれぞれ自国語で演技したのを後で公開する国ごとに声優が吹き替えるという手法が取られた。このやり方は後続のマカロニウェイスタン政作のスタンダードとなる。最盛期には年間数十本も乱造されたマカロニウェイスタンだが、1970年代に入ると、 観客に飽きられてしまい、急速にそのブームは失速した。レオーネの作品が国際的に人気を得たため、俗、夕日のガンマンから、ワンスアポ p o タイムインアメリカにかけては、様々なバージョンが制作された。主に、アメリカなど世界に向けて上映するため上映時間を短縮したインターナショナル版と、母国イタリアで公開された完全版などがある。レオーネの映画作品は、 工業的に成功を収めたものでも、批評家たちからの評価は相対的に低かった。ダビッド・ディドナテッド賞のようなイタリア国内の賞を除けば、レオーネは生涯を通して自身とその監督作品に映画賞が与えられたことは一度もなかった。続、夕日のガンマンやウエスタン、ワンス・アポ・のアタイム・イン、アメリカなどありかの資本を用いてハリウッドスターを起用した作品でも、 アカデミー賞といった、主だった、映画賞は、レオーネの存在をほとんど目殺、かろうじて、ワンスアポンア・タイムインアメリカが194年度のゴールデングローブ賞監督賞や、英国アカデミー賞監督賞にノミネートされただけである。これは、レオーネのマカロニウエスタンが、伝統的な西部劇に触章していた、アメリカの観客に熱的に迎えられた反面、 開拓者精神といったアメリカ固有の精神風土を無視し、路悪的とも言える生々しい暴力描写を用いたため、保守的な批評家たちからの反発を招いたことが原因だと考えられる。続、夕日のガンマン公開時に駆け出しの映画評論家だったロジャー・イーバートは、後年自身が30年前に書いたレビューを読んで、もしかすると、スパゲッティウェスタン、 マカロニウスタンのアメリカでの続称は芸術たり得ないと考えていたかもしれないと実感している。その後、レオーネは、娯楽一辺倒のマカロニウエスタンから脱却し、幼い頃から憧れを抱いていたアメリカを彼なりに解釈するという、より成熟したテーマを扱った、ワンスアポンア第三部作を発表する。しかし、皮肉なことに批評家のみならず、アメリカの観客からも拒絶され、 三作とも工業的には失敗に終わってしまう。ウエスタンや夕日のギャングたちがフランスを中心としたヨーロッパでヒットし、日本でもワンスアポンやタイムインアメリカがキネマ旬報選出の外国語映画ベストテン1位に選ばれたりしたものの、これら後期の作品群がアメリカでも正当に評価されるようになったのは公開後しばらく時間が経ってからのことである。多くの批評家たちが ウエスタンを西部劇というジャンルを代表する傑作だと絶賛し、レオーネ自身の手による、Once Upon a Time in America 完全版のビデオが半額のスタジオ編集版を大幅に上回る売れ行きを、見せ、さらにクエンティン・タランティーノといった若い世代の監督たちがこぞって、レオーネから影響を受けたことを告白するに至って、アメリカでもレオーネが優れた映画監督として再評価されるようになった。 公開当時に、俗、夕日の我慢や、ウエスタンを通列に批判したタイムも、2005年に発表した映画ベスト100のリストに両作品を含めている。現在でもレオーネは、大衆的な人気が勝ちすぎたためか、芸術的な観点による、偉大な映画監督たちの正当な系譜に連なる、存在として認識されることは少ない。その反面前期の、 ドルバコ三部作と後期の、ワンスアポのアタイム三部作の両方が、映画ファンから、熱烈な支持を受けている。IMDb ではレオーネが生涯に監督した七作品の、うち、荒野の用人棒、夕日のガンマン、俗、夕日のガンマン、ウエスタン、ワンスアポのアタイムインアメリカの5作品が205年7月現在、ユーザーの選んだトップ250のリストにランクイン、している。特に、 続、夕日のガンマンは、七人の侍や、シティオブゴッドといった名作をしのぎ、ハリウッド以外で制作された映画の中で、最高の順位を獲得、根強い人気があることを伺わせる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。